今日はですね、実はここ沖縄に来ておりまして、えっ、ー、と、2015年ですけど、えー、全国9都市を回って、えー、とコーチングセミナーをやってる途中です。沖縄に来ました。えー、昨日沖縄に来て、昨日の夜ですね、えー、と沖縄でセミナーを開催しました。で、まあ、あの、過去もセミナーで去年も、えっ、ー、と、来て、去年2回やったんですね、2回来て、 2回3回沖縄には来てるのかなおあの中学校でもあのセミナーさせていただいてですねえー、っと約200人以上の,学生あの子供たちと、えー、お父さんお母さん先生、えー、にもあの受けていただいたりとかして、えー、最後ねあの花束をもらっちゃったりなんかして非常に、えー、嬉しかった記憶思い出しますけど 沖縄非常にいいなっていなとつも思っててますす雰囲気としてですねあとやっぱりまあ地理的にですねアジアの中心を感じますすごく中国の方も非常に今多くなってますしそう <laughs> いった意味では自分の中でもあのえー、っとスクールとかですね、えー、私のそのクライアントさんコーチングのクライアントさんがもう何人もいらっしゃるので、えー、っと来る意味もとてもあると思って楽しみに毎回来てるんですけどもまたですね、まああの 新しいい化学反応が起きたなっっていうのをちょっと実感してます、えー、と今日はですねあのテーマがあの具体的にキーワードが出るとしたらそうですねとにかく現状の外側に飛び出して、えー、ゴールのイメージですねゴールを達成している自分自身のイメージの中にあのとっぷり使ってみていただきたいなと思うんですね。もう ぜひこれワークというか今日からやっていただきたいんですけれどもあの現状の外側にゴールを設定するもうこれは我々も理論を学んでるからもう皆さん、えー、この動画を見てあなたも理解していると思うんですけれどもぜひですねゴールに近づくための行動として現状の外側に飛び出すそれは何言ってるかというとこれまでやったことがないことに挑戦して本当に行動してみるってことですね実際に もう机上の空論でこう本を読んでよし外側現状の外側だうんってイメージするだけではなくてですねもちろんそれも一つの,あの新しい行動だとは思うんですけどそれで実際動いてみるってことを是非やってみていただきたいですよね。えー、とそれはあの例えば今回みたいに私がこう全国回ってます実はこれ現状のもう内側になってるので自分の中でそういうことではなくて物理的な場所を移動するとかっていうのはもちろん えー、あんまりこう,こうそういうふうにあの場所を移動するってことをやってない方は新しい場所に行ってみるというのはとても意味があることでそれをぜひやっていただきたいし、えー、とこれはあの当たり前ですけどコンフォートゾーンはやっぱり人間関係ですよねで成り立ってる、えー、大半の要素は人間関係の中で出来上がってるというふうに考えるとしたらですねあのゴール側に、えー、移行するというのはその一歩踏み出すというのはゴール側のその 人間関係でですよ、をぜひ意識的につないでいくっていうことですね。これは過去の動画でもいろいろ言ってるんでもう分かってると思うんですけどそれをぜひそこに向けて行動をとってもらう新しい出会いを求めてゴール側に向かうための、えー、新しい演技ですよねを積極的に自分で掴んでい,いっていただきたいなと思うんですねそうすると何が起きるかこれもう経験された方は分かると思うんですけども一気に世界観パッとこう広がったりするんですね。もちろんそれはこの脳の脳原理で言うと、 スコットマン外れるる瞬間ででもあししょうし、えー、人が、あのー、また新しい情報を教えてくれる人がまた新しい人を紹介してくれるでビジネスをやってる方は人が、あのー、そういう稼ぎ方をビジネスチャンスをですね何かこうつないでくれたりするんですよねそういうことが起きてきます。ですので是非ですね、あのー、現状の外側って言葉は知っ,てたか知ってるかもしれないけれども実際それを行動を起こしてみるそれはゴール側に向かって 今までやったことがない自分の中の、まあ、常識の範囲を超えるってことですね非常識というか、まあ、脱常識というかですね常識の外側に飛び出してみる、えー、ということをぜひあのやってみるといいんじゃないかなと思いますので今日はだからワークというか、まあ、ずっとやっていただきたいことまずポイントはゴールに向かって過去の今までの自分ではやったことがないようなところに飛び出してみるってことですね。 えー、特に、えー、ゴール側に進むために必ずこの人と出会うべきだと自分で考えたら出会いたいなと思ったら積極的にに会いい行くとうことですね今このインターネットの時代で会いに行きやすくなってると思うんですねそれを積極的に行動自分の中でこれは大きい壁だなとかさすがに例えばあの東京でしか会えない人がいるんだったら東京遠いなとかっていう一応の方でもそれを是非乗り越えていっていただきたいと思うんですね。 待っててもなかなかうちのところには来ませんとかね今回も旧都市ですけどうちの方には来ていただけないんでしょうかっていう問い合わせも実はたくさんいただいてるんですけれどもぜひ近くに来たらそこに飛び込んであのぜひ来て行動を起こしていっていただきたいと思います私は少なくともなるべく皆さんに会えるようにそあの地方ま地方というのは変ですけれどもその旧都市を回るように自分は行動してるつもりですもちろんそこに え掴んでいいいいただいて新しい出会いというのが実際起きてるわけですねそれでで何,何かが起きるわけですよね実際そこの出会いで人生が思いっきり変わったという人は実は去年たくさんいますので、えー、っと1年例えば1年前にちょうどお会いしてる方が今回もいろんな年でお会いできてるんですけれどもまあよく考えてみたら1年前は全く想像できないところまで来てますねという方がもうほとんどなんですね。 そういう意味では是非そこをチャンスとして捉えて、えー、新しいゴール側の,あの人間関係をつかみにいくその時は自分がもうすでにゴールを達成,達成してる自分だったら、えー、ど,のどんな人と会ってるかなということを考え想像しながらその世界の中で実際行動してみて実際会うんですよね。会った瞬間に自分の頭に描いてた映像と全く同じ映像が出てきたりします。 その時に何をするか何を語りかけるか何を話しかけるか、えー、ということをぜひそこまでイメージして行動をとってみていただきたいんですね。もう最初にもう会ったらこういうことを伝えようとかねそういうことを考えながらもうでにあの行動を起こしていくということですね会った時にあのうわあ会っちゃったとかっていうところでまたあのもうゴール達成ですからねちっちゃいゴール達成 <laughs> その時にはもうあのエネルギーがです、ね、弱まってるってことこですねだからその先のことを常に考える頭の中でそれが達成している場合だったらその先はどんなゴールなんだろうかその先の映像をイメージしながら行動を取りながら実際それが起きた瞬間によっしゃ当然来たそしたらこういうことすると決めてるからこれもやる次のゴールはこれだっていうふうに次から次へとイメージをあのつないでいっていただきたいと思います。 えとこれはですねあの今日お願いあのやったらいいですよというワークというよりは常にそれをイメージしながらゴールの世界の中にですね、えー、自,分をの自分のゴールを達成した時のイメージの中に自分をとっつに使っていただいてでイメージの中だけではなくて実際行動を起こしながらそれを経験していくということですね。そうすると最初に描いた未来の映像の中に自分がどん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 入っていく感覚が。 見えてきます特に人間関係は強烈ですので、ぜひそこは意識しながらですね、やっていただければいいんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ、えーまあ、ワークというかですね、今後ずっと引き続き、えー、こういった考え方で、えー、ゴールの臨場感を高めるというのは、実際こういうことですよということを、今日はお話をしてみました、えー。今日は以上です。ありがとうございました。